こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、これ YouTuber さんの紹介なんですけども、トラックドライバーをしながら YouTuber としてもこうね、活躍していきたいということで、いろんな方がね、トラックドライバーの合間に、YouTube をやってらっしゃるんですよ。でもなかなかね、実はね、トラックドライバーと YouTuber っていうのはうまくいかないんですよね。まあ理由は様々あるんですけども、大きいのはですね、トラックドライバーさんが荷待ちとか休憩時間とか、それからランチタイムとかディナータイムとか食事をする合間に、自分の乗っているトラックの中から放送するって形なんですけども、それがですね、やっぱりね、荷主さんとか、取引先の方とかね、それから会社そのものにやっぱりあんまり受けてないんですよね。受けてないのはどういうことかっていうと、話す内容がどうこうっていうよりも、トラックドライバーとしての内情をですね、あんまりこうよそに広められたくないっていう、まあオーナーさんもいらっしゃったりとかね、経営者の方いらっしゃったりとか、取引先様の関係もあったりとかするんでね、やっぱり自由に話しづらいところがあります。で、その中で今回私が紹介するこのトラックドライバーさんの YouTuber、 トラックからの大逆転っていうのがありますよね。今回は借金地獄のトラックドライバー、ギャンブルと高級車で人生が来る、トラックで稼いだお金を守る方法ってありますけども、この方はね、トラックの中からの放送してないっていうのが一つなんですよ。で、特に取引先ですとかね、その自分の勤めてる会社のことをいわゆる暴露したりとか愚痴ってるわけでもないっていうところがすごく上手だなと。あくまでも社会現象を自分なりの視点で語ってるんですよね。まあつまりどっちかっていうとね、ニュースに近いんですよ。で、しかもトラックドライバーさんにものすごくね、関係することもお話当然するんですけども、これね、どんな職業の方にも考えるチャンスを与えてくれる、そんなね、トークの仕方が上手だなと思うんですよ。で、この方がまだね、チャンネル登録100人以下の時から私ね、見ているんですけども、 あっという間にですね、チャンネル登録1000人を突破して、現在1360人のファンの方がいらっしゃるんですね。で、私の感覚だとね、1000人まではすごい勢いで伸びたんだけども、1000人を超えてからちょっと スローステップになったかなっていうところなんで、多分マックス3000人ぐらいで落ち着くんではなかろうかっていうふうに思ってるんですよね。もちろん活動を続けていく中で YouTuber さんとしてもね、支持を得るところがこれからもあると思いますんで、もしかしたらね、5000人とか1万人あるかもしれませんけども、まあ基本的に扱うジャンルっていうのが裾野のね、広いようなところでもないんですよ。で、広がっていけば広がっていくほど他社とこう競合するところも出てきますんで、チャンネル登録とか再生数っていう数字はどっかで落ち着いていくのかなと思います。それから、トラックドライバーをしながら、この YouTuber さんをしているっていうことでね、マネタイズのポイントなんですけども、これは再生回数による、まあ、広告収入、これがメインになってくるんですよね。これはもうなかなか難しいところなんですけども、じゃあ、このトラックドライバーさんが自分のコンテンツを売ることができるかどうかっていうと、なかなか難しいと思うんですよ。それは一つには商品を作るっていうところがなかなかね、難しいのかなっていうところと、あとはここで何かのね、セールスをするっていうところが、今お勤めの仕事の関係とか、今までファンの方に対してのイメージとかっていうので、結構頭を使うところだと思うんですよね。でも非常にこの方のトーク能力とか冴え渡る頭、それから日々頑張ってトラックドライバーとして勤務しているこのモチベーションとかね、これはね、インターネットの情報発信する業界にとってものすごくね、惜しいと言いますかね、貴重な存在だと思いますので、もしかしたらですよ、もしかしたらわからないですけども、聞いたことはないんですけども、この方は情報発信が本業になる可能性もあるかなと思いますよね。まあでも、トラックドライバーっていう職種も今全然人が足りなくてね、慢性的な人不足の上に、これからますます手が足りなくなってきて、そして高齢化も進みます。少子高齢化が何が問題かっていうと、あらゆる業種に20代の若い、これからの、いわゆる働き手がね、分散されていくってことなんですよ。で、どの業界も、もうパイが少ないわけですから、これから社会に出てくる人の人数が少ないわけですから、もう取り合い、奪い合いになって、そこそこのコストじゃないと、引っ張ってこれなくなっちゃうんですよね。じゃあその中で、コストがきちんとかけれるようなね、それこそ新人の、従業員にもコストがしっかりかけれるような、そんな業種があるかっていうと、まあまさにトラックドライバーさんってのはそこから外れるんですよね。で、私たちが女子連世代が幼い頃っていうのは、トラックドライバーっていうのは一つのね、儲かる職業であり、それから自由な職業の代表格だったと思います。で、そういうのがね、取り上げられて、まあ
トラック一番星銀みたいなね、トラック野郎みたいな番組になったりとか、それからアメリカの方でもね、コンボイみたいなね、そんな映画になったりとか、ストローカーエースとか、それからなんですかね、トランザム7000とかね、あの辺の、どっちかっていうとね、ドライバーが主人公の映画っていうのはあったと思うんですよ。でも今なかなかね、ドライバー、これは普通車でもそうですし、トラックでももちろんそうなんですけども、なんか運転手が主人公になる映画とかコンテンツって今非常に作りにくいんですよね。そっから人が去っていったっていうところもあるかもしれませんけども、でも逆に捉えると、ドライバーが主人公のドラマやね、コンテンツがないからこそ、YouTuber としてドライバーを前面に出したような情報発信ってのはもしかしたら受けるかもしれないですよね。それは勤務している会社との歩調をうまく考えながらやらないといけない部分があると思いますけども、でも逆にそこさえつかめればね、アイデア勝負でチャンスにもなり得ると思います。多くの方がトラックドライバーという地位をね、同じくするわけですけども、その中でやっぱりこうコンテンツ能力ね、構想能力とか、コミュニケーション能力とかがね、やっぱりこう長けている方っていうのはこれから残っていくのかなと。で、結論として、ドライバーはこれから運転できるだけじゃ勝ち残っていけないと。どのように伝えていくかっていう能力をね、これも必要になってくるのかなってところですね。いや、でもね、このトラックからの大逆転、このチャンネルのね、このお名前ちょっとわからないんですけども、この方非常にね、わかりやすくてね、トークも滑らかですしね、多分ファンになってしまうんじゃないかなと思います。ぜひね、チャンネル登録をして、そして動画一つでもね、二つでも見てみてくださいということでございました。それじゃあ、この方ですよ。よろしく。